FNN の正式なロゴや FNN プライムオンラインで使用されている FNN ロゴはフジテレビをキー局とする日本の民放テレビ局のニュースネットワークである。なお、一般に本校で開設する FNN と別校で開設する番組供給ネットワークの FNS とを合わせてフジテレビ系列という1966年10月3日に発足。初期のネットは 富士テレビ、仙台放送、東海テレビ、関西テレビ、テレビ西日本の5局だった。もともと富士テレビのニュースは共同通信社や富士テレビ、日本教育テレビ、中部日本新聞社並びに地方民放テレビ各局が共同で設立した共同テレビジョンニュース社からニュース番組、共同テレニュースを購入することで対処することとなっていた。まもなくネットが抜け、 全国向け初局が富士テレビに決まったため、共同テレニュースは事実上富士系のニュース番組としてスタートした。共同テレビがニュースを制作して放送する各局がその番組を購入することで制作費を回収する方法を取ったが、共同通信社をバックにニュースを取材し制作する共同テレビと番組を放送し送り出す富士テレビとの間で、 研修面で対立するなど二元性による弊害が生じることとなり、やがて1960年に共同通信社等が共同テレビから手を引き、フジテレビ参加となって事実上報道制作部門の一体化が進んだ。しかしながら、テレビネットワーク制作面でネットワークニュースが重視され、フジテレビ系列各局もネットワークニュースを共同制作することとなり、FNN が結成された。 なお、共同テレビニュース社による制作は、翌1967年9月、報道部門をフジテレビへ移管するまで続いた。現在、フルネット局26局、クロスネット局2局が加盟している。加盟局数は、NNN、JNN に次いで3番目に多い。なお、青森県、山梨県、山口県、徳島県には FNN 加盟局が存在しない。 1990年から2005年まで情報番組を除く配信元の系列局名の表記テロップを出していた。なお情報番組では制作協力扱いとなっている。ハンデー FNN 関西テレビ、関西テレビ FNN 富士ニュースネットワーク、富士テレビの系列新聞である産業経済新聞社が各地方のブロック紙新聞社と取材、紙面の印刷等で提携していることから、 FNN 加盟局にはブロック指系列のつぼねが多い。また、現在 FNN に加盟している放送局はすべてテレビ単営局である。ちなみに、FNN の機関局は、富士テレビ、北海道文化放送、仙台放送、テレビ静岡、東海テレビ、関西テレビ、テレビ新広島、テレビ西日本の8局。FNN 加盟局のうち、 富士テレビの完全、親会社である放送持ち株、会社、富士メディアホールディングスの連結主会社として、仙台放送が持ち分法的用関連会社として、北海道文化放送、岩手面濃いテレビ、秋田テレビ、福島テレビ、NST 新潟総合テレビ、関西テレビ、岡山放送、テレビ新広島、沖縄テレビの9局がある。これとは別に、 番組供給を目的としたネットワークとして、富士ネットワークがある。FNN 系列のリモコンキー、ID 地図地上デジタル放送のリモコンキー ID は、東海テレビ佐賀テレビクロスネット2局を除き、各局8で統一されている。東京キー局の富士テレビ、大阪純キー局の関西テレビが共に、アナログ親局 8CH であることに由来する。また、 沖縄テレビのアナログ親局も 8CH である。なお、リモコンキー ID に8を使用しないつぼねのうち、1の東海テレビのみ、アナログ親局のチャンネル番号を引き継いだ。ロゴマークの書体は、記事の冒頭に掲載されている、写事風の FNN で定まっている反面色は、他系列と違って、正式には定まっていない。2012年過去では灰色、または、 水色で表示されていることが多く見られた。2018年現在では、黒色と全色で表示されている。この表は、日本民間放送連盟公式サイト、会員者ページの表記に順じて記載している。委員は加盟当時、メインネットであった。2018年2月現在。海外支局は、名目上、全支局富士テレビが開設していることになっているが、実際は、 富士テレビジョンを中心に関西テレビ放送、東海テレビ放送、テレビ静岡、テレビ西日本など機関局が設置し、ネットワーク基金などを用いて、加盟各局で開設、運営を分担している。記者の派遣は、実際の開設局以外からも行われている。開設局が地方局の場合でも、特派員は富士テレビに出向せず、 出身局社員の肩書きのままで活動する。名刺を使用する場合は、FNN のロゴと出身局名を併記した特注のものを出身局が用意する。選挙、台風、地震などのほか、大きな事件、事故の際に特別番組を編成、放送する。開票状況を伝える特別番組を放送。出口調査などを駆使して、早く、分かりやすく伝える。 震度3以上を観測した揺れについては、ニュース速報の形式で伝え、場合によっては、市町村別震度も伝える。規模が大きな地震については、長時間にわたって伝える。地震に伴う津波に関しても、同様の措置をとる。特に大きい津波が襲来する、恐れのある地震の時は、FNN 津波情報のテロップが流れる。緊急地震速報や大津波警報。 津波警報、津波注意報の地図テロップは、地上波、BSCS 全波で同時に表示される。ただし、緊急地震速報は、関東地方で強い揺れが予測されない場合は、BSCS のみで表示となる。緊急地震速報のチャイム音は、地上波、BSCS 全波共通で、NHK と同じチャイム音を2回鳴らしている。生放送のニュース番組放送中に、 緊急地震速報が発表された場合は原則として番組内のテロップで緊急地震速報発令中と表示される。なお、FNN 速報テロップの表示は2020年、現在、関東ローカル地上波のほか BS 富士、CS 放送の富士テレビワンツーネクストすべてにおいて、文字フォントが平成覚悟ク体であり、速報チャイムにおいては、ポロロロロオン、ポロロロロオン。 というような独特の音色が使用されている。これは、富士テレビの創出マスターが地上波、BSCS の統合型であるため、自局運営による地上波、衛星波のすべてのチャンネルで速報テロップ表示を行っているのは NHK と富士テレビのみである。速報テロップにおいては、全国規模の状況によっては、BS 富士、CS 放送の富士テレビワンツーネクストでも同時に、 表示されることがある。なお、富士テレビワンツーでは、地上波、BS 富士より、サイズが小さめである上表示位置も、若干下がっている。ちなみに続報チャイムに関しては、1996年3月までは、ピピピ、ピピピ、ピピピ、の3音のチャイムが使用されていた。1996年4月から2011年4月までの間は、 ポーンポーンの2音のチャイムであった。2010年夏より NHK 民放共通で使用されているデジタル放送受信機内ゾーンにおける緊急地震速報のチャイムと紛らわしいという声があったため2011年4月以降からは現在の速報チャイムに切り替わっている。ただし気象情報、氾濫危険情報のテロップの時はチャイムは鳴らないままテロップだけが表示される。 台風時は各局で編成されるため、すべての加盟局に向けた特別番組の放送は滅多にしない。また、通常のニュース、情報番組の中で番組の多くを台風情報に当てている。ありがとうございます。